それでは今からSレジデンス難波ブリエの内覧を始めたいと思います。周辺施設はこんな感じです。それでは中に入っていきたいと思います。建物の入り口です。そして、左手にまずかなり大きい駐輪場があります。こんな感じです。奥に行ってみましょう。かなり広い駐輪場です。しかも綺麗です。では戻ります。Sレジデンス難波ブリエ入りますがエントランスです。ポストもしっかりあるので郵便物は安心です。宅配ボックスもあります。かなり便利です。以上でSレジデンス難波ブリエの内覧を終わりたいと思います。